オッペンハイマー女子ア・オッペンハイマーはアメリカ合衆国の映画監督。1974年9月23日、テキサス州オースティンでドイツ系のユダヤ人の家庭に生まれる。彼の両親は幼い頃にナチスのホロコーストで親族を失ったために一家で命がけでドイツからアメリカに逃れた。ハーバード大学とロンドン芸術大学で映画制作を学んだ。 1995年から2008年にかけて10本の短編映画を制作。1997年のザ・エンタイア・ヒストリー・オブ・ザ・ルイジアナ・パーチェスはシカゴ国際映画祭で短編部門のグランプリを受賞した。2012年初の長編となるドキュメンタリー映画アクト・オブ・キリングを発表。1965年にインドネシアで発生した軍事クーデターでの 大量虐殺を加害者の視点で描き、アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされるなど世界的に評価された。2014年、前作で扱った事件を被害者の視点から描いた続編、ルック・オブ・サイレンスを発表。第71回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、審査員退場や国際映画批評家連盟賞など5つの 賞を受賞した。ありがとうございます。